がもう強烈に面白い、すごく引き込まれちゃう。だから枕だけを聞いていたい、まあ、話ももちろん面白いんですよ。もういつの間にか話が入っててあれこれ全部枕だったんじゃないのっていう感じでこう終わっていくっていう落語を、あのそれこそテレビとか YouTube とかで見て、私はすごくもうそれからあもう絶対京太郎さんの落語見たいって言って思ってて、それがやっと今回叶うっていう、もう何年越しだろう、もう 4,5 年越しぐらいのあれだったんですけど、そんな感じでちょっとテンションが上がっておりまして、楽しみですね。なので、まあ、自分もこうやって人前でこう話をするにあたって、やっぱりこうただただ喋ってるだけじゃなくて、少しでもこう一人でもなんかこう自分の発することに興味を持ってもらいたいっていうのももちろんあるし、引きつけたいっていうのもまああるので、なんて言うんだろうな、そうするためにはどうしたらいいかっていうのをね、やっぱりちょっと考えていきながらやっていきたいなってなんかちょっと声のトーンがあれになっちゃったけど、うん、そんな感じで最近はここに来たりね、話したりして日々を過ごしているわけですよ。今何分くらい経ちました？8分。はい、じゃあ帰りましょうかね。宇宙語の先生もいらっしゃったので、では 私はこれでいいですか、終わりにして。いいですよ。はい、じゃあ終了です。次の方お願いします。やるんだよ、やるんだよ、やるんだよ。私ドペになったでしょ。こんなんでできるんだ。そんなに喋れないよ。ちょっと待って、何喋れない。おはようございます。おはようございます。今日はね、豊洲からりんちゃんが来てくれましたね。そうですね。ね、大きいマスクをしたりんちゃんが。りんちゃんね、なんかね、僕より早くついててね。うん。うん、なんかやる気満々。そうですね。だけど、ここに来て、二人でずっと喋ってたらね、あっという間に時間になってしまいまして。そうそうそう。もう11時だよって、誰も来ないねっていう話をしてたんだけど。大体ね、10時半からやるって言っても、まあ、11時過ぎだね。来るのね。すいません。大体、マキちゃんは大体11時ぐらいに起床の予定みたいになってる。配信始まるとね、大体メッセージ、今起きましたってね。メッセージ大体ね、今起きましたって、今から行きますって感じ。すいません、ごめんなさい。というわけで、なんか、落語が楽しいという話をね、しまして、焼津落語クラブっていうのをね、実は、焼津テレビやる前にね、マイミンとやってたんだよね。懐かしいね。最近マユミン来てくんないもんでね、なんかね、見てくれてるね。あの焼津落語クラブって何かって言ったら、実はね、焼津で趣味で落語やってる方がいらっしゃるんですよね。でプロの落語家さんと、まあ、素人の落語家さんを一緒にこうプログラムするっていうのは基本的には本当はありえないらしいんだけど、それをやっちゃったんですよ。まあ結局ね、人が集まんないとまずいなっていうのがあって、そういう趣味でやってる方ってのはお友達みんな誘ってくれるもんで、まあ大体それでね、集客ができちゃうというちょっとずるい考えでですねやってまして、で落語家さんはあの一緒にね楽屋でお話をした時ですね、やっぱりね、いろんな面白いお話、まあ、世間話がね面白いんですよね。でさっきマキちゃんが言ってたね、枕が面白いとかね、うんうんうん、やっぱりね、落語家さんの、プロの落語家さん、まあプロの素人さんも同じなんですけども、枕言葉が面白いと自然にそこからこう古典落語に持っていけるんだけど、それが上手い人じゃないと多分ね聞いてられないんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。でよくね、 YouTube の中でもセミナーの講師とか話し方とかいろんな動画僕ね見て研究はしてるんですけれども、世間話がね上手い人は話が上手っていうことなんですよ。だから何にもネタがなくても、ネタが面白くなくてもね、世間話がね楽しく喋れる人っていうのは何喋っても面白いんだよね。その人の魅力だから、魅力が話し方になってれば
ちょっとした出来事、例えば道歩いてたらついつい虫踏んじゃったみたいな、うんち踏んじゃったみたいなそういうね、他愛のないことを喋っても面白いんだよね。あの人の話聞きたいになるんだよ、ね、ついこの間ね、そこで転んじゃったとかね。まあ年取るとうちの中でもよく転ぶよく転ぶって言っちゃダメだよね、もうそれ老人だよみたいな感じですけど、それをきっかけにね、寝たきりになっちゃうとまずいんで、やっぱり鍛えましょうね、皆さん鍛えてください。何を一番鍛えないといけないか分かります？頭ね、股関節筋肉を鍛えるのはもちろんなんですけど、それを動かしてるのはやっぱ頭なんでね。頭を鍛える方法としてはやっぱり喋るってことですよね。頭を使って喋る、まあ何でもいいんですよ、とにかくね、喋るってことを日々やってるとやっぱり頭鍛えられるんで、ボケないしね、凛ちゃんにも言った、喋ること一生懸命やるともしかしたら金儲けできるかもよっつったらね、そしたらね、凛ちゃんね、うん、もうお金にはね、キラーンキラーンってきちゃってね、そうそう、私も儲けたいみたいなすごい、愛のメッセージが入ってますよ。愛のメッセージ、うん、誰じゃい誰じゃい、あ、まゆみんだ、あきさん、まゆみんはいつもそばにいるよだと思ったうん、道歩いてるとなんか後ろからね、なんか襲われそうになった時ありましたけどそれはマイミンじゃないね、うん、そばにいたの、そう嬉しくなっちゃう嬉しくもうね、嬉しくなっちゃうよね、ね、綺麗な女の人がね近くにいるかと思うとね、もう心ウキウキね、胸はドキドキというわけで、ここにはね、綺麗な女の人いっぱい来ますんでね、皆さんね、ここに来て楽しんでってくださいというわけで、頭を使いましょう、そのためにはおしゃべりしましょうということですね。じゃあ次のどちら行きますか、大鳥、これやる、喋ること、大丈夫、何を喋ればいい、いつも一緒にいいじゃん、いつも私なんでここに来たの、今日かっこいいじゃん、すごいなんかね、ライダーかっこいいです、バイクでバイクで来ました、すいません、はい、リンちゃんでございます、マイクじゃない、マスクは取らないんですよ、マスク、あ、待って、だってマスク取ったら、入ってればいいんじゃないですか、はい、今日は顔の下半身がすっぴんですので、マスクだから言うてるじゃん、マスクで喋るつもりがなかったので今日はマスクで来てしまいました、丸分かりですよね、これ、これやったらね、こんだけね、なんでそういうこと言うんですか何を喋ればいいですかね、さっきの落語の話、落語の話、落語は菊川に年に2回、そのさっきマキちゃんが言ってた、あの鶴瓶さんのお弟子さんの平次さんっていう方と、あとあの立川男子さんの、あの NHK のなんだっけ、試して勝手もやってる、それって何、うん、篠介さんのお弟子さんの篠八さんっていう方が来てくれてて、でそれで見に行ってからハマって、で、まあ年に1回ぐらいは見に行っていて、で NHK って出していいのNHK って出していいんですか、言っちゃったからいいじゃないそれもそれもすごく気になっちゃって最近そうで NHK で落語の、落語をドラマにしたのをやってたんですよね、題名忘れちゃったんですけど、でそれを録画しながら見ていて、全部あのメモして内容を書いて、で、あ、この話はこうなんだとか、あ、猫の皿とか、なんだっけ、猫の皿って、今猫の皿が急に出てきたけど、それいくつも、なんだっけ、まんじゅう怖いとか、なんか本当に簡単なものからなんですけど、ドラマにするともっと分かりやすくって、それを撮っては見て楽しんで、であの猫の皿とかはあの違う落語家さんで何回か見たんですけど、その落語家さんによって
違うんですよね。なんかあの同じ内容でオチも分かっているのに、やっぱ枕から始まって、でそこからこう話が変わっていくっていうので、あ、話し家さんによってこんだけ違うんだなと思ったりもして、私も落語は大好きです。そうで、あとなんかよく笑点に出てる大物さんとかのね落語も一度は見てみたいななんて思ったりもしてるんですけど、私コンプリートしました。あ、誰皆さん見ました、全員見ました。いいな、行きたいと思ってるんで。じゃあ今度誘います。あ、誘ってぜひ誘ってください。もう全員見たいなと思って、であと静岡が誇るね、あの翔太さんもぜひ見たいと思っています。私が子供の頃はあれ地方の朝の番組やってたんですよね。なんだっけ、朝の情報番組出てたんですよね、レポーターで。え、誰が？翔太さん。そうなんだ。なんだっけ、なんか7時、え、流れ的にね、なんかね、誰りんちゃんがレポーターやった。まさかミンはレポーターやった。あ、すごーい。そう、やりたいとはね、思ってたことはあるんですけどね。小学校の時もあの放送委員で他の人がやりたいって言っても私は絶対に譲らなかったという超わがままな、そうぐらいマイクが大好きでした。そう、マイクの前で喋るの大好きで、ねえ、やりたいんですよ。なんかリポートすいませんとかって、方言のことでとかってね、やりたいなって。すごい。そう、やりたいけどね、プロがいっぱいいるからなんて思っちゃったりして。もうじゃあ今プロがそう、でも目の前、あ、そうね、うん、もうじゃあ以上で私のお話は終わりです。聞きたい。何を？だって落語が好きな話とさ、あと、そもそもりんちゃんは何をやってるんですか、普段？私は小顔エステをやっております。どこでやってるんですか？菊川でやってます。へえ。いつからやってるんですか？もうエステ自体はそうだな、15年ぐらいかな。大ベテランですので、ね、ぜひ来てください。そのね、菊川の町ってどんな町なんですか？菊川はですね、駅を降りたら飲み屋さんはあるんですけど、なんかお買い物できるところっていうのはすぐにはないですね。道広くなったよね。そう、広くなったんですよね。駅前はあれなんだ、あんまり。駅前は飲みに行くところですね。飲み街が多いです。街っていうのかな、飲むところは結構ありますね。あと、そう、あの何、スーパーとかもいっぱいありますけど、ちょっと車で走らないとスーパーも、あんまりこういろんなちょっと遠くにあるんで。広いんだね。広、あの合併してからね、なんていうの、南に長くなったというか、です。この間に菊川の大きい駅の近くに公園ありますよ。駅の近くの公園あー、高田っぱらかな、わかんないけど、そこでバーベキューしました。あ、そう、うん、高田っぱらかな、わかんない、なんかね、割とこう山の傾斜みたいなところを使って、運動公園みたいな。運動公園は駅から車でね、5分くらい歩いて。ああ、じゃあ運動公園かな。そう、そこの上で、あの20人ぐらいでバーベキューしました。なんだ、呼んでくれれば行ったのに。そうそうそう、飲み歩きですね、りんちゃん。もうね。でも今日はさっきあの青木さんに金麦冷蔵庫で見つけたんで、飲むって言われたけど、ちょっと昨日飲みすぎたんでやめときますって。飲んだんかい。断りました。マーベン飲んでるのでね、私。すぐ見つけたもん、ね。そう、あ、金麦。そう、そうです。あ、金麦。うん。ああ。ね。そう。うん、金麦ね。また今度キープしといてくださいね。名前書いとかないと飲んじゃいます。私も自分、いやあ、私も自分の分も持ってくるんで。名前書いて入れとか、そこ。そうです、だってここで飲みたいのにちょうど来られなかったからね、
この前も生配信見ながら、私はここにいないのかと思いながら、そうそうだったんでね。次回はぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。はい、お世話様でした。はい。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。あ、すごい子楽しいね、やっぱり。でしょ？楽しいでしょ。普段革ジャン着る？そういう格好多い。何？か、そういう格好多い。え、色々本当？私黒が多い。あ、黒が好きなの？この前はジャケットだもん。いいですね。はい、皆さんこんにちは。まあ私もね、ちょっと最近、ちょっと変革がありまして、いろいろ変わってるんですけど、寝たって言われちゃうと寝ることぐらいしか寝たがないっていう。寝た。おお、ごめんなさい。あ、わかんなかった。まあそういうあれ。そう、僕は親父でいいんですけどね。あの、そう、僕の自慢はね、あの、あれです。髪の毛多い、加齢臭なし。59歳。何、ないの？ないです、僕は。ないと思う。なんで黒物してるか。うん、染めてもいない。染めてもいない。これもパンパンパン。もうや、全然やってない。ただ洗うだけ。で、59にしてはね、加齢臭ないんですよ。そう。59なんですよ。そう、白髪じゃないしね。まあそれは自慢って自慢なんだけど、うん、加齢臭とかっていうね、よく柿渋とかやるじゃないですか。で、加齢臭はね、僕の何て言うの、治療だとですね、結構エネルギー的にマイナス的なのが多くて、そういうのを外していくと加齢臭なくなっちゃうっていうのはあるんですね。で、そうなんだけど、女性の中では意外とそういう人とくっついてる人多いんですよね。僕の男からすると、こんな人とって思う人が結構、美人がついてるんですよね。なんでか知らないけど、うん、だから僕は彼氏がないから美人がつかないのかなと思って。違うか。彼氏って何に美人の女の人がつくの？彼氏は何て言うの、そうです。フェロモンっていうかね、脇がっていうか、すごいじゃないですか。すごい人いるじゃない。まあ、もうあのコンビニのねレジでもう待ってるだけでもうわってこうなるような人いるじゃないですか。いません？いるんですよ。で、そういう人ね、ちょっとあれかなっていうふうに思うんだけど、意外とね、街歩いてるとそういう人とカップルの人多いんですよね。なんでしょうね、あれはホルモンなんですかね。うん、まあ、男の方から見ると、ああそうなのかみたいな、そんな感じがよく時々あの感じますけど。でもあれですよね、よく生物学的に言うとさ、ごめんね、話はちょっと、いいえ、あのそういう匂いでこう、うん、拒否してこう、なんていうの、こう近親のそういうのをなくすっていう。ああ、なるほど。近親するとあんまりいいのができなくなっちゃうってことですよね。だからこう、変な匂いって言っちゃ悪いけど、うん、こっちが変な匂いと思ってるっていう人は、その人が近親の毛があるからこう、うん、避けるわけであって、それを受け入れる匂いの人もいるっていうのを私は聞いたことがある、うん、なるほど、ありがとうございます。どうでもない先生にご報告してしまいました。まあ、お昼の段階であの匂いのね、おいにいの話をしちゃいましたけど、ちょっとあれですけどね。まあそういうのね、まあ、あの時々そういう風に感じるんだけど、僕結構やってると、意外とね、こうマイナス的な、なんていうのかな、そういう、エネルギーですよね、そういうの外していくとだんだん匂いなくなってくるんですよね。まあ、そんな話をしまして、で、最近ねちょっと変わったのは、パラレルワールドって知ってますか？知らない。今我々に生きてるじゃないですか。で、まあ、大体よく博士がね結構言うんだけど、こういう世界とまた違う平行世界があるっていうんですよね。で、言われてるんですよ。よく言われてて、僕は雑誌のムーっていう雑誌が好きなもんですから、そういうのよく情報入ってくるんですけど、去年ですね、去年
神奈川の三井市 で当時のちょっと朝日を見に行ったんですよ。でそこで撮った写真がですね、僕じゃないけどそのメンバーの人が撮った写真がこう連続写真なんだけど、みんなの写ってるじゃないですか、ポンって写って、次の写真が全然写ってないんですよ。でちょっとね薄暗くっぽくなってて、でまた人間が写ってるんですよ。いやこれカメラのいたずらかなっていう風な、カメラの、ね、故障かなって思うぐらいの本当に人間が写ってないんですよ。あの明るいんですよ、太陽も写ってるし、写ってるんだけど岩も同じように写ってるんだけど、今までいた人がね写ってないんですよ。その間が何にもなくて、間っていうかそのなんていうの、全然違う写真でその写真っていうことじゃなくて連続写真で、ね、そういう写真があって、いや不思議な写真だなと思った時に、まあ、たまたまその人はすごいなんか母親のを回想しながらその写真撮ってたっていう話で、いやこれは不思議な世界だねっていうようなね、不思議な世界が映っちゃったねみたいなことで、でそれを見てからですね、ちょっと僕の性質もちょっと変わってきて、なんか面白いことができるなみたいな感じでやってたら、結構ねそういう分離するっていうかね、自分のエネルギーとそういう世界となんか行ったり来たりしてるんだけど、人って、でその中で分離しちゃう現象も起きてるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと考えて、でそれをくっつけたらどうかなと思って自分にやったんですよ。でそしたらね、すごいこう不安定だったっていうかね、なんていうのかな、ちょっと、なんて言うんでしょう、落ち込みやすかったりとか、なんかそういう感じがこうなくなってきて、まあ不思議な現象をねちょっと今体験してるんですけど、で、それをですねパラレルワールドの忘れ物を取り行きましょうっていう感じで、やってるんですけどね、まあ不思議な体験が最近ありました。まあそういう話をさせていただきました。まあまあこれはさらっと流してください。まああのあれで見えない世界の話なんでね、健康とそういうのが、まあ、ありますよっていうことを僕はちょっと、これからも言い続けていきたいなっていうふうに思うんですけど、まあそんな感じで、今日は終わりでいいですかね。ありがとうございました。知らない人、知らないうちに行っちゃうね。行っちゃう。行ったり来たりして。